今日は結婚式で周りと差別化するための、スーツのコーディネートをご紹介したいと思います。オクテッドチャンネル。はい、どうもこんにちは。オクテッドチャンネルのムンです。今日はですね、ちょっとねスーツのお話をしたいなと思ってます。はい。でこれからねだんだんね、まあ、結婚式っていうのが増えてきて、結婚式にね参加する方も、まあ、増えると思うんですよね。でイコール、まあ、スーツを着る機会がちょっと出てくるっていうことですね。はい。で、まあ、結婚式の、スーツのコーディネートっていうのは基本的には第一は身だしなみなんですよね。なのでまあこうかっこいいとかね目指すとかっていうよりかは、まずは服装を身だしなみとして整ってるのが一番いいっていうのはまあ変わらないんですけど、ただまあ最近のね、結婚式っていうのはどんどんまあカジュアルなねウェディングも非常に増えてきているので、まあもう少しね砕けた格好でも個人的にはいいんじゃないかなとは思ってて、でそういった時にかっこよくで、なおかつ周りと差別化するためのスーツっていうのが一着あるとすごくねいいんじゃないかなと思ってます。ということで、まあ、周りとね差別化するためのスーツなんですけど、まあどうですかね、まあ、ちょっとね思い浮かべてみると分かりやすいと思うんですけど、基本的には多分ネイビー、そしてブラック、ほぼほぼがここで、ちょっとグレーいるかなぐらいだと思うんですよね、結婚式のスーツって。でこの3つなんですけど、まあ、ここってまあ全てねあのベーシックなスーツなので、まあ、ビジネスとかでも使えちゃうぐらいなんで、まあフォーマルな感じは出せるんですけど、カジュアルだとちょっとね硬い場合もあるじゃないですか。まあ、コーディネートによってちょっと変えれるかもしれないですけど、若干硬い時もある。ということで僕はですね、まあ、もう1着目としておすすめなのはこちらですね。まあ、僕が今着てるスーツなんですけど、ブラウンのねスーツです。はい。でまあね、ブラウンってちょっとこうなんだろうな、ハードル高いななんていうふうに思ってる方もねいらっしゃるかもしれないですけど、一応メンズファッションのスーツのね中では実はネイビーとグレーに次ぐ定番の色として、まあ昔からある色なんですよね。なんで案外ね定着してます。はい。で色柄なんですけど、僕は個人的にはまあ今の時期だったら明るめのね、もうちょっと明るめのトーンでもいいかもしれないですけど、まあ、結婚式でいつあるか分かんないので、そういうのを考えた時にはもう少し濃いめのダークブラウンを1着持っとくと、まあちょっとカジュアルな時には華やかにね使いやすいんじゃないかなと思います。はい。そしてね、ブラウンのスーツなんですけど、まあ、ネイビーだったりとかグレーっていう色に比べてブラウンはもう少しね、まずね全体的にちょっと落ち着いた雰囲気になります。でなかなか着てる人っていないので、まあ、普段からスーツ着てるような、なんかそういったねこなれた印象っていうのがすごくね出しやすいんですよね。そういった意味でもちょっとこう余裕が見えるので、まあ、大人の知的な印象っていうのを見せつつもちょっと周りと差をつけるっていうのにブラウン、そしてダークブラウンのスーツはやっぱりねいいと思います。はい。なので、今日はね最後にこのブラウンのスーツを使って3つぐらいコーディネートちょっと組んできたのでご紹介したいと思います。はい。ということでね、まず最初は、今僕が着てるコーディネートですね。はい。まあ、同じねゼニアのダブルのスーツを使ってるんですけど、今日はブラウンとあとはシックにねネイビーで全部まとめてます。靴はブラウンなんですけど、足元のね靴下はソックスネイビーにして、でスーツ着て、でダークネイビーのシャツで、ちょっとねネイビー拾いつつも柄のあるネクタイ、そしてネイビーのチーフっていうので合わせてます。まあ、正直ね僕の今のコーディネートはかなり砕けたコーディネートになると思うんですけど、こういうコーディネートでも全体的にね2色っていうのを守ってあげて統一感持たせてあげると、一気にね華やぎと、あとはねあのガラガラしすぎない雰囲気っていうのはねあの保てるので、こういったね風に合わせてあげると言ってます。まあ、ネイビーってわけにはいかなくとも、まあ、2色をね貫きながらうまくね取り入れてあげるとまとまりはあるので、それはそれでねすごくねシックでかっこいいと思います。で今日なんかは僕かなりねネクタイ派手なの持ってきているんで、まあ、なおさらなんですけど、あんまりシャツの柄とネクタイの柄っていうのがまあね強調しすぎるようなものはやめた方がいいと思います。なんでまあイメージ的にはすごく太いガラシャツ着てて、ストライプのガラシャツ着てて、でそこにめちゃくちゃペイズリーかなんかでっかいドットなんかわからないですけど、そういった柄のネクタイを持ってきてあげるってことですね。でそういうのをやっちゃうと、まあ、ちょっとね砕けすぎちゃうのと、あとは全体の印象として、まあ、ちょっとねあのガラガラになってしまって、まあ、メリハリがねなくなっちゃうので、しっかりとねコーディネートの中でどれが主役かっていうのを決めて、でうまくやってあげる。なんで、まあ、基本的には柄は2つぐらいまでに抑えてあげると、まあ、ちょうどいい塩梅ですね。でなおかつ細ピッチの柄だと細ピッチの柄とかはあんま合わせないような意識
なんでどっちか太くてどっちか細いとかね、その風にまあメリハリをつけてあげるとよりね統一感があっていいと思います。続いてのねコーディネートはまあねシンプルにね白シャツを持ってきたコーディネートです。まあ、白の今回ねちょっと砕けた感じでカッタベ、まあ、例えば二次会とかで濃淡になった時でもこういった方がねかっこいいと思うのでカッタベを持ってきました。でそこに、まあ、かなりね今回のはスーツが印象が強いと言いますか、スーツの主張が強いのでもうシンプルにこのくらいのねネクタイでいいと思うんですよね。ブラウンのこれはね微妙にドットが入ってるネクタイでピンドットなんで結構フォーマルな印象でもなります。はい。でまあネクタイねスーツの色ともバッチリあるのでこのあたりを持ってきてあげる。で、まあ、シャツは白シャツなんでシンプルに白のシーフを刺してあげるっていう感じですね。で、まあ、ダブルのスーツなんでこれだけでもかなりね印象としては強いんですけど、なんかね一つ物足りないな、何か欲しいなっていう方はここにね一つタイピンなんかね刺してあげるともたぐっと華やぎが持てるので、そんな感じでねいいんじゃないかなと思います。で足元なんですけど、足元は、まあ、このスーツであれば個人的にはダークブラウンでもいいんですけど、まあ、結婚式っていうのを考えた時に浮く可能性もあるので、そういった時は黒のストレートチップか黒のホールカット、このあたりを持っておくといいと思います。このぐらいのトーンのスーツであればブラックのシューズも全然合うので、そこはねうまくねこの結婚式の TPO に合わせて、使い分けていただけるとむちゃくちゃかっこいいかなと思います。そしてね3つ目のコーディネートはこんな感じです。はい。まあねちょっと結婚式らしく華やかに、そしてうまくねバランスで合わせたコーディネートですね。何かっていうとまずねシャツが違うんですよね。シャツは今ねウィングカラーっていうシャツを使ってます。でウィングカラーのシャツっていうのは基本的にはちょっとねこう襟先がね特徴があるんですけど、まあ、なんかちょっとこう跳ねててペコンって出てるような、まあ、イメージで大丈夫です。でこれ基本的にはあの帽帯なんで、まあ、蝶ネクタイをね締めるのに使うんですけど、あえて例えばそういったものを使わずにシンプルにね普通のネクタイを刺してあげてもいいので、それを刺してみました。まあ、ただねちょっとこうウィングカラーの、シャツに合わせてあげて、ネクタイはこういうシルバーの本当にフォーマルなものを合わせてあげる。でもうチーフはシンプルに白のチーフを刺してあげる。でブラウンのネクタイで、靴は同様に、まあ、ブラウンでもいいですけど、これだったらもう正直ブラックのストレートチップとか、あとはホールカット、そのあたりの方が全体的に、まあ、フォーマルな統一感があるので、そっちの方が、ね、いいんじゃないかなと思います。まあ、そういう風にやってあげると、まあね、これも2色で収まってますし、その中でブラウンっていう砕けたスーツをもう少しだけドレスアップさせてあげる、まあ、より、ね、結婚式感が出るので、それは、ね、めちゃくちゃかっこいいと思います。はい。ということでこの動画は毎日8時に更新してますので、もしよかったらチャンネル登録、それから高評価の方よろしくお願いします。あとですねこんな感じで、SNS いろいろやってますので、ぜひチェックしてみてください。お願いします。ということでムンでした。バイバイ。